スベトランスカヤ通りとアレウツカヤ通りの交差点、スベトランスカヤ通りを着物姿の日本人女性が歩く街の中心、スベトランスカヤ通りスベトランスカヤ通りはロシア極東部円海州の州都、ウラジオストクをほぼ東西に走る通りで、この都市のメインストリートである。1859年、ニコライムラビオフアムール伯爵が軍艦、 アメリカ号に乗って極東部海岸を探検したことに、ちなんでアメリカンスカヤ通りと呼ばれていたが、1873年にここを訪れた軍艦、スベトラナ号にちなんでスベトランスカヤ通りと改名。ソビエト時代にはレニンスカヤ通りとして知られていて、1990年代に元の名称へ戻った。シベリア鉄道のウラジオストク駅正面の 駅前広場にはほぼ南北に走るアレウーツカヤ通りがあり、そこを北へ約700メートルで、アルセーニエフ沿海地方州立博物館、州政府庁舎があるスベトランスカヤ通りとの交差点へ達する。このスベトランスカヤ通りはほぼ東西に走る通りで、ウラジオストクのメインストリートである。生誕は、スポーツ湾に面したラーベレジュナヤ通りに走って、この交差点を通り、 金閣湾の海岸通りにほぼ並行して東へ向かう。スベトランスカヤ通りは、まもなく中央広場、革命の当時の広場を経て、歴史的建造物のボリショイグムと、百貨店のマールイグムの前を通り、郵便局を経て、ニコライ2世外専門、人形劇場などを経て、プーシキン通りで、金閣湾を渡る新しいゾロトイ橋への、アクセス部分のもを通過する。しばらく行くと、 ワシリオシェプコフ記念の、ロシア柔道洋覧の地、国立極東技術大学のそばも通り、さらに東へ向かえるゴバヤ通りに突き当たって終わる。スベトランスカヤ通りに並行してすぐ北側を走り、市役所もある、アドミラーラフ・オーキナ通りも、目抜き通りとされる。路面電車は、ウラジオストク駅前からアレウー、ツカヤ通りを北へ、またアレウー、 塚かや通り交差点で分岐して東へも向かっていた。ありがとうございます。